はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数物語をね、読んでみましょう。これ吉本バナナさんのね、アーティーチョークっていう作品です、ね。これ多分吉本バナナさん自身のおじいちゃんの思い出なんですよね、きっとね。まあそういう意味では随筆って言えば随筆ですけれどもね、とても、その吉本バナナさん筆者自身、私に強い影響を与えたおじいちゃんでした。さあ、どんな影響を与えてくれたのか。さあ、この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、では早速やってみましょう。吉本バナナさん、アーティーチョーク。小さい頃の私はおじいちゃんの膝に乗っていると、いつもウイスキーの甘い香りがしてくるのが大好きだった。一体それはどんなに素晴らしい飲み物なのだろうと私は夢見ていた。あんな小さなグラス一杯の飲み物がすぐに人を幸せにするなんて、まるで魔法のようだと思った。いつでも優しく、どこか威厳があり、ネイティブアメリカンのおじいさんみたいに何でも知っていて頼りがいがある感じがしたおじいちゃんは、私の初恋の人みたいなもので、私はものすごいおじいちゃん子だった。きっと前世ではおじいちゃんと私は恋人同士だったのだと私は思っていたくらいだった。酔って少し足を崩しているところも、いつも多少二日酔いでだるそうで髪の毛が乱れているところも、いつまでも寝巻きのままでいるところも、だらしなく見えなかった。それはおじいちゃんの心がだらしなくなることが一回もなかったからだろうと思う。もしも心がだらしなくなったら、その場では楽な気がしても結局神様に借金するようなものだ。借金を抱えて死にたくないからねとよくおじいさんは言っていた。おじいちゃんの持論では、朝が来るたびに人は神様にその日使っていい分の力をもらうのだった。そしてそれを一日精一杯よく使って、汚れなく悔いがないように一日を終えて、神様に借金もしなかったなら、気持ちよくお酒を飲んで眠ることができて、明日はまた明日の分のエネルギーがちゃんと天からやってくるのだ。子供の頃はそれを童話のお話みたいに受け止めていたけれど、大人になればなるほど、その何よりも自分自身に対して真面目な考えが素晴らしいものに思えてきた。そしてきっと子供は社会的な人目で人を見たりしないから、その考えは素直に私に染み込んでくれたのだろう。私はとにかくおじいちゃんを好きだったから、誰が何と言おうと、おじいちゃんがどういうふうにしていても、そのまままっすぐ受け入れていたのだろう。おじいちゃんが定年退職後、一見したところ大して何もせずに夕方から飲んでばかりいるように見えたことも、いけないこととはとても思えなかった。本人がものすごく楽しそうだったからだ。おじいちゃんは本を読んだり映画を見たり音楽を聴いたりして自分を深め、年に一回の旅でどんどんスコッチウイスキーに詳しくなっていき、思い出を増やし、そしておばあちゃんや私や私の両親との時間も深めることに、その大事なエネルギーを使っていた。ゆっくりとものを考えられて、人生をちゃんと振り返ってしっかりと味わい直せる日が来るって分かっていたから、あれだけ仕事に打ち込めたんだよ。そうでなかったらもうとっくにおかしくなっていたと思うな、というようなことをよくおじいちゃんは言っていた。あとはもうこういう日が一日でも長く続いてほしいんだよ。みんなは忙しい生活をしているからわからないかもしれないが、こういう暮らしをしていると一日の中でも時間が伸びたり縮んだりして、いろんな考えや光の具合が来ては去ったりして、もうやめられないよ。もしかして私のお父さんやお母さんはそういうおじいちゃんのことをほんの少しだらしないとか無気力だとか思っていたかもしれない。他にもいろいろ趣味を見つけたり、働いたり、出かけたりしてほしかったのかもしれない。でもおじいちゃんの人生は、軽い晩ご飯の後におばあちゃんと二人、とても気に入っている古い一人掛けのソファーにそれぞれが腰掛けてウイスキーを飲むことだった。おばあちゃんはこれ以上は考えられないというぐらいに薄い水割り、ほとんど水だったが、それをおいしいおいしいと言ってちびちび飲んだ。
雰囲気だけでも楽しいとおばあちゃんは言った。おばあちゃんの家は都会の真ん中だから大して素敵な景色ではなかったけれど、隣が園芸店の小さな農園だったから、緑がいっぱいあった。窓の近くまで伸びている木の枝を、おじいちゃんは全然嫌がらずに、シャケだと喜んでいた。少し窓を開けていると、夜の闇の中から花や草の匂いがしてくるのが何よりのつまみみたいなものだよ、とおじいちゃんは言っていた。そのちっぽけなベランダにも、おばあちゃんが育てている植物がいつでも何かしらの花を咲かせていた。おじいちゃんが一番大切にしていたのは、ウイスキーと、きれいな氷と、それを飲むための時間がいい時間であることだった。テレビもほとんど見ないで、大好きなジャズの CD を買ってきては聞いていた。ジャズのかかっているバーに行きたい時もあるけれど、今はいろいろな名演奏が CD で復刻されているから、うちでも十分に素晴らしい気持ちになれるんだと言っていた。たまに友達がやってくることもあった。みんな何とも言えず静かな紳士たちだった。そしていろいろ喋りながらベランダの外を見て静かに飲んでいた。その静かに飲むのが好きな、世渡りが不器用そうな人、好きそう、不器用そうだが、人に信頼されていそうなおじいさんたちは、私の頭にいい印象で刻み込まれた。もちろん女性の話もしたろうが、私やおばあちゃんがいるところでは決してそういう話は出なかった。大人になってうるさくガブガブ飲む人を見ると、お酒がかわいそうと思ってしまうのもおじいちゃんの影響だと思う。大事に飲まれているのが当然のものだったから、それを目で覚えているのだろう。中略。おじいちゃんが先に行ってしまったので、おばあちゃんは一人になった。それでもおばあちゃんはおじいちゃんの仏壇に向かって、いつもと変わらない様子で乾杯をして、その薄い水みたいな水割りを飲んでいた。おじいちゃんがもういないおじいちゃんの家におばあちゃんを訪ねると、いつでも生前のおじいちゃんの至福の時間のためのグラフが2つ、お仏壇の上にきちんと並んでいた。だからだろうか、あまり悲しい感じがしなかった。おじいちゃんが死んでからそのグラスは毎夕欠かさず、お酒と水を満たした状態できれいにお供えされていたのだ。おじいちゃんの家は私の実家から1分のところにあった。家といっても古いマンションの一室だが、今はおばあちゃん一人なのでとても広く見えた。遺品は大体整理したけれど、リビングはそのまま取ってあった。おばあちゃんがたまに調子を崩して入院したりすると、お母さんがおばあちゃんに付き添っている間、私がおばあちゃんの衣類を取りに行ったり、おばあちゃんが留守の間の部屋を風通しや掃除をしたりする。そして埃で曇ってしまったおじいちゃんの大事なウイスキーの瓶をよく磨く。人が毎日触れなくなるということはそういうことなんだなと思う。埃が積もったり、なんとなく古ぼけて見えたり、寂しいように見えたりする。だからまるで毎日飲んでいるみたいになるようによく磨く。それから買ってきた氷をグラスいっぱいに入れてミネラルウォーターを注ぐ。そしておじいちゃんの秘蔵のウイスキーの中からどれかを選び、小さい方のグラスになみなみ注ぐ。それらをお仏壇にお供えして、ろうそくをつけて、お花を飾って、お線香を焚く。お線香が消えるまではその部屋にいることにしているので、私は仏間の畳にゴロンと横になる。だんだんグラスが汗をかいて、きれいな水滴が透明に光るのを私はじーっと見ている。そのままうとうとしたりすることもある。もうおじいちゃんはいつも私がそこでうたた寝していた時みたいに、ふわっと毛布をかけてくれることはない。私はむき出しのままでうとうとする。それでもそこにいるとどうしてだか、毛布をかけてもらったのと同じくらいにふわっとした感じになる。心が落ち着き、それはちょうど悲しいのと寂しいのと落ち着いているの、その全部の中間ぐらいの感じだ。心がしんとなって沈んだような感じになる。主のいないその部屋で一人で、お線香の匂いの中で私は静かになっていく。その作業全部がまるで瞑想みたいだと思う。おばあちゃんがいたらそこは生活の場で、私も今の私のままで遊びに行くだけだ。でも誰もいないその家は、長い思い出の沈殿した水の底みたいに静かで、
私の時間も一緒にふっと止まるように思う。毎日が流れていくとなかなか時間が止まらないから、私はたまにそういうことがあると心が落ち着いていいと思う。一番幸せだった幼い頃、私がお酒を羨ましがるので、おじいちゃんは遊びに来る私のためにウイスキーボンボンを買ってくれていたものだった。おじいちゃんはわざわざ隣の町まで電車で出かけて行って、その町にある大きなスーパーにしかない、とても高級なウイスキーボンボンを何箱も私のために買ってきてくれるのだった。私はそれを食べてお酒を飲んだような気になっていた。ピンクの包みがキラキラ光るそのチョコレートを私は鼻血が出そうになるまで食べた。甘ったるくて全然美味しくなんかないはずなのに、私は今でもたまにウイスキーボンボンを買って食べることがある。その味が口に広がるたびに優しくされたことを思い出す。何が何でも天地がひっくり返っても、おじいちゃんは私を可愛いと思ってくれた。そういうことを思い出す。するといろいろなことがもう目に見えなくなっていても、確かにあったし、きっと今もあるから、私は大丈夫だという気がしてくる。さあ、確認してみましょう。登場人物はこれ、私とおじいちゃんとおばあちゃんです。ね。おじいちゃんにとっても可愛がられたんです。その可愛がられたという意識が大人になってもずっとあるんです。そして自分の人生は大丈夫だって、思えてくるっていうんですね。さあ、じゃあ確認してから問題解いてみましょう。小さい頃の私はおじいちゃんの膝の上に乗っていると、いつもさあ何の香りがしてくるのが大好きでしたか？そう、ウイスキーの甘い香り。一体それはどんなに素晴らしい飲み物なのだろうと私は夢見ていました。あんな小さなグラス一杯の飲み物がすぐに人を幸せにするなんてまるで魔法のようだと思いました。いつでも優しくどこかで威厳があり、ネイティブアメリカンのおじいさんみたいに何でも知っていて頼りがいがある感じがしたじいちゃんは、さあどんな人だと思っていましたか？そう、私の初恋の人みたいなものとずっと思っていました。きっと前世ではおじいちゃんは私は恋人同士だったのだと幼い頃は思っていました。酔って少し足を崩して座っているところも、いつも多少二日酔いでだるそうで髪の毛が乱れているところも、いつまでも寝巻きのままでいるところもだらしなくは見えませんでした。さあ、それはおじいちゃんの心がだらしなくなることが一回もなかったからだろうと筆者は思っています。そしておじいちゃんはこう言いました。もしも心がだらしなくなったらその場では楽な気がしても、さあ結局神様に何をするようなものですか？そう、借金をするようなもの。借金を抱えて死んだくないからねとよくおじいちゃんは言っていました。おじいちゃんの持論では朝が来るために人は神様にその日使っていい分の力をもらうのです。そしてそれを一日精一杯よく使って汚れなく悔いがないように一日を終えて、神様に借金もしなかったら、気持ちよくお酒を飲んで眠ることができ、明日はまた明日の分のエネルギーがちゃんと天からやってくると言っていたんです。子供の頃はそれを童話のお話みたいに受け止めていたけれど、大人になればなるほどその何よりも自分自身に対して真面目な考え方が素晴らしいものに思えてきました。そしてきっと子供が社会的な目で人を見たりしないから、さあおじいちゃんの考えは私の心に染み込んだ、染みの込まなかった。そう、素直に染み込んでくれただろうって言っています。私はとにかくおじいちゃんを好きだから、誰が何と言おうとおじいちゃんがどういうふうにしていてもそのまままっすぐ受け入れていたんです。おじいちゃんが定年退職後、一見大したところ、何もせずに、夕方から飲んでばかりいるように見えたこともいけないこととは思いませんでした。本人がすごく楽しそうだったからです。おじいちゃんは本を読んだり、映画を見たり、音楽を聴いたりして、自分を深め、年に一回の旅でどんどんスコッチウイスキーに詳しくなっていき、思い出を増やし、そしておばあちゃん、私の両親との時間も深めていくことに、その大事なエネルギーを使っていました。ゆっくりものを考えられて人生をちゃんと振り返ってしっかりと味わい直せる日が来るって分かっていたから、あれだけ仕事に打ち込めたんだよ。そうでなかったらもうとっくにおかしくなっていたと思うなというようなことをよくおじいちゃんは言っていました。あとはもうこういう日が一日でも長く続いてほしい。みんなは忙しい生活をしているから分からないかもしれないが、こういう暮らしをしていると一日の中でも時間が伸びたり縮んだりして、いろいろな考えや光の具合が来ては去ったりしてもうやめられないというんです。
もしかして私のお父さんやお母さんはそういうおじいちゃんのことをだらしないなとか無気力だなとか思っていたかもしれない。他にもいろいろ趣味を見つけたり働いたり出かけたりしてほしかったかもしれない。でもおじいちゃんの人生は軽い晩御飯の後にね、さあまずどこに腰をかけるんですか。そう、おばあちゃんと二人とても気に入っている古い一人掛けのソファーに腰をかけ、さあ何を飲むことが、人生なんでしょう。そう、ウイスキーを飲むことが人生なんです。おばあちゃんはこれ以上考えられないというぐらい薄い水割り、ほとんど水だったが、それを美味しい美味しいと言ってちびちび飲みました。雰囲気だけでも楽しいとおばあちゃんは言ったんです。おじいちゃんの家は都会の真ん中だから大して素敵な景色ではなかったけれど、隣は園芸店の小さな農園だったから緑がいっぱいありました。それをおじいちゃんは借景だと言って喜んでいました。少し窓を開けていると夜の闇の中から花や草の匂いがしてくるのが何よりもつまみみたいなものだよとおじいちゃんは言っていました。そのちっぽけなベランダにもおばあちゃんが育てている植物でも何かしらの花を咲かせていました。さあ、おじいちゃんが一番大切にしていたのは何と何と何でしたか。そう、ウイスキーと綺麗な水と、それを飲むための時間がいい時間であること。テレビもほとんど見ず、お大好きなジャズの CD を買ってきては聴いていました。ジャズのかかっているバーに行きたい時もあるけれど、今はいろいろな名演奏が CD で復刻されているから、うちでも十分に素晴らしい気持ちになれるんだと言っていた。たまに友達がやってくることもありました。さあ、どんな友達でしたか？そう、何とも言えず静かな紳士たち。そしていろいろ喋りながらベランダの外を見て静かに飲んでいた。静かに飲むのが好きな、世渡りが不器用そうな、だが人に信頼されていそうなおじいさんたちは、私の頭にいい印象で刻み込まれました。もちろん女性の話もしたろうが、さあ私やおばあちゃんのいるところで、そんな女性の話をしたりした？しなかった？そう、決してしなかったんです。大人になって、うるさくガブガブ飲む人を見ると、さあどんな風に思った？そう、お酒がかわいそうって思ってしまうのもおじいちゃんの影響だというんです。大事に飲まれているのが当然だったから、それを目で覚えているんでしょう。さあ、おじいちゃんがこっからは死んでしまってからのことです。おじいちゃんが先に行ってしまったので、おばあちゃんは一人になりました。それでもおばあちゃんはおじいちゃんの仏壇に向かって、いつもと変わらない様子で乾杯をして、その薄い水みたいな水割りを飲んでいました。おじいちゃんがもういないおじいちゃんの家におばあちゃんを訪ねると、いつでも生前のおじいちゃんの至福の時間のためのグラスが2つ、お仏壇の上にきちんと並んでいたからでしょうか。さあ、そんなことで悲しい感じはしなかった？そう、悲しい感じはしなかったんです。そしておじいちゃんが死んでから、そのグラスは毎夕欠かさずお酒と水を満たした状態できれいにお供えされていた。おじいちゃんの家は私の実家から1分のところにあった。家といっても古いマンションの一室だが、今はおばあちゃん一人なのでとても広く見えた。遺品は大体整理したけれど、リビングはそのまま。おばあちゃんはたまに調子を崩して入院したりすると、お母さんはおばあちゃんに付き添っている間、私がおばあちゃんの衣類を取りに行ったり、おばあちゃんが留守の間の部屋の風通しや掃除をしたりする。そして埃で曇ってしまったおじいちゃんの大事なウイスキーの瓶をよく磨くんです。人は毎月触れなくなるということはそういうことなんだなと思う。埃が積もったり、なんとなく古ぼけて見えたり、寂しいように見えたりする。さあ、だから私はまるで毎日飲んでみるみたいに、さあ、そのグラスを必ずどうするんですか？そう、よく磨くんです。そしてそれから買ってきた氷をグラス一杯に入れてミネラルウォーターを注ぐ。そしておじいちゃんの秘蔵のウイスキーの中からどれかを選び、小さい方のグラスに並々と注ぐ。それらを仏壇にお供えし、ろうそくをつけてお花を飾ってお線香を焚く。お線香が消えるまではその部屋にいることにしているので、私は仏間の畳にゴロンと横になる。だんだんグラスが汗をかいて、きれいな水滴が透明に光るのを私はじっと見ている。そのままうとうとしたりすることもある。もうおじいちゃんはいつも私がそこでうたた寝していた時みたいに、ふわっと毛布をかけてくれたりすることはありません。私はむき出しのままでうとうとします。それでもそこにいると、どうしてだか、さあどんな感じになる？そう、毛布をかけてもらったのと同じぐらいにふわっとした感じになるのです。心が落ち着き、それはちょうど悲しいのと寂しいのと落ち着いているのと、その全部の中間ぐらいの感じになるんです。心がシーンとなって沈んだような感じになる。
主のいないその部屋で一人でお線香の匂いの中で私は静かになっていきます。その作業全部がまるで瞑想みたいだと思います。おばあちゃんがいたらそこは生活の場で、私も今の私のまま遊びに行くだけです。でも誰もいないその家は長い思い出の沈殿した水の底みたいに静かで、私の時間も一緒にふっと止まるように思う。毎日が流れていくとなかなか時間が止まらないから、私はたまにそういうことがあると心が落ち着いていいと思ってるんです。一番幸せだったのは幼い頃、私がお酒を羨ましがるので、さあおじいちゃんは遊びに来る私のために何を買ってきてくれていましたか。そう、ウイスキーボンボン。おじいさんはわざわざ隣の町で電車で出かけて行って、その町にある大きなスーパーにしかないとても高級なウイスキーボンボンを何箱も私のために買ってきてくれるのです。さあ私はそれを食べるとどんな気持ちになりましたか。そう、お酒を飲んだような気持ちになったんです。ピンクの包みがキラキラ光るそのチョコレートを、私は鼻血が出そうになるまで食べました。甘ったるくて全然美味しくなんかないはずなのに、私は今でもたまにウイスキーボンボンを買って食べるんです。さあその味が口に広がるために、さあどんなことを思い出しますか。そう、優しくされたことを思い出すんです。そして何が何でも天地がひっくり返っても、おじいちゃんは私を可愛いと思ってくれた、そういうことを思い出すんです。するといろいろなことがもう目に見えなくなっていても確かにあったし、きっと今もあるから私は大丈夫だという気がしてくるのです。吉本バナナアーティーチョークより。じゃあ問題解いていきましょう。